広島県世羅郡世羅町。ここ世羅町の鉱山には平安時代から室町時代にかけてビンゴの国大田の庄があった場所として全国に知られています。江戸時代、今高野山通り周辺は山陰・山陽道の交通の要衝地として宿場町・市場町としてにぎわいました。今高野山、永満2年1166年、時の権力者後白河法皇の領地となり、それから20年後の文治2年、紀州高野山本本大塔に寄進されました。その数年後、紀州高野山がこの鉱山の地に西の別格本山現地の拠点として今高野山を建立しました。龍華寺、龍華寺は弘仁13年822年、弘法大師空海が開いた真言密教の霊場とされており、観音堂、大師堂、結界石などの重要文化財が数多く残っています。樹齢200年、県内有数の巨木としても有名な今高野山の唐松、高野明神、誕生明神からなる今高野山龍華寺の鎮守でもある誕生神社。ここ今高野山を訪れることで、かつては栄華を極めた今高野山の息吹を感じることができます。浄土院跡に立つ大田の庄歴史館では、平安時代に始まり約300年間隆盛を誇ったビンゴの国大田の庄のことはもとより、大田の庄成立に至った歴史的環境的背景を深く知ることができます。今も当時の面影の残る今高野山を一度訪れてみてはいかがでしょうか。